アメリカ、日本、インド、オーストラリアは、このほどフランスが主導する5カ国海軍演習に参加しました。これについて今回の軍事演習は、中共を牽制し、インド太平洋地域の秩序を求めるために講じられたとの見方があります。アメリカ上院も同盟国、及びパートナーと共に、中共の脅威に対応する道を求めて、最新の戦略的競争法案を審議する予定です。 中共の武力的挑発行為を受け、アメリカ、日本、インド、オーストラリアは、先日、フランスが主導する5カ国海軍軍事演習に参加しました。これについて、今回の軍事演習は、中共をけん制し、インド太平洋地域の秩序を模索するために講じられた行動だとの見方があります。アメリカ上院も最新の戦略的競争法案を審議して、同盟国およびパートナーとともに、 中共の脅威に対応する道を模索します。中共は数年前からアジア太平洋地域情勢に絶えず緊張をもたらしています。2020年には台湾海峡に380機を超える戦闘機を派遣し、今年はそれにさらに拍車をかけています。中国側は尖閣諸島にも干渉しており、3月23日だけで海警艇4隻を尖閣諸島に派遣して巡航させました。 また南シナ海では3月7日から中国の漁船220隻余りをフィリピンと中国との間の紛争海域に集結させて両国の間の緊張を高めました。また中京は昨年12月国防法の改正を終え今年1月には海警報を施行して日本及び中京との領土紛争を抱える国々に強い圧力をかけています。4月3日には空母両寧号の編隊を沖縄本島と 宮古島の間を経由して南下させ、太平洋へ進めました。中共メディアはこれは海軍が台湾周辺海域で実施する定例訓練だと発表しています。しかし日本はこれまでになく強く反発し、モテキ外相は5日、中共の王毅外相と90分間にわたる電話会談を行って、中共の東シナ海での行為に強い懸念を表明し、 中共が具体的な行動を講じて問題を解決するよう強く要求しました。また加藤官房長官は記者会見で、中共海軍の動向に対する警戒監視活動に万全を期したいと述べました。これと同時にフランスが主導する3日間の海軍合同演習、ラ・ペルーズ演習が4月5日からベンガル湾で正式に行われました。フランス中インド大使館は、日本、アメリカ、オーストラリア、フランスのほか、 今年はインドがこの軍事演習に初めて参加すると発表し、5カ国合同演習は自由で開かれたインド太平洋地域の協力を促進する機会だと強調しました。アメリカ太平洋艦隊は5日、航空母艦フランクリン D ・ルーズベルト艦隊が4月4日に南シナ海に入り定例活動を行った。これは同航空母艦艦隊が2021年にアメリカ第7艦隊管轄地域に配備されてから、 二回目の南シナ海侵入だとの報道発表を行いました。フランスはラ・ペルーズ演習を終えた後、25日から27日にかけて、インド・アラブ首長国連邦とともに、アラビア海で多国籍海上軍事演習を行う予定です。大紀元のコラムニスト、王ク氏は、フランスの軍事演習は、最近の中京のフランスにおける戦狼外交にも直接的に関係していると考えています。 インド太平洋地域における軍事力の強化もフランスの基本的利益に関わっています。現在、インド太平洋航路を通る貿易はすでに世界の30%を占めており、南シナ海の諸島部における中共の軍事化が国際航路の自由な航行に大きな圧力をかけています。ラジオフランスアンテルナ,ナショナルは、フランスは日米インゴーと同じく中共の海洋進出に危機感を持っていると伝えています。

中共最近の2年4月14日にアメリカ上院は、2021年戦略競争法案を審議する予定で、この法案は両党から支持されており、アメリカ政府が経済、人権、民主主義価値観の分野で、中共の影響力に対抗することを求めるものです。ここではアメリカがインド太平洋戦略目標を達成するために、 必要とされる投資の確保が優先事項に挙げられています。この法案は2022から2026会計年度のインド太平洋地域安全保障に4億5000万ドル、約493億4300万円の予算を割り当てるとしています。また法案はさらにアメリカ政府が台湾とのパートナーシップを強化するよう求めています。中共の野心が表面化するにつれ、アメリカだけでなく、 ヨーロッパの台湾に対する注目度も顕著に高まっています。アメリカシンクタンクブルッキングス研究所が開催したシンポジウムで、ヨーロッパ議会議員は、ヨーロッパは過去、経済協力のために価値観の違いを避け、全体主義政権を間接的に支持しただけでなく、逆に彼らに対し、自由社会の民主主義的価値観を破壊し、世論に影響を与える機会を与えたと認めました。 That sometimes we kind of shy away from our values, that we believe that on a geopolitical level we have to act differently, not to pursue the same values as back home. And I think this is a great mistake. Totalitarian regimes have learned how to use the economic cooperation into support of the regime, that the regimes practically were becoming richer, but the human rights situation often even worser because the regimes were stronger. バイデン大統領は就任後、アメリカの同盟国とパートナーと共に、中共の脅威に対抗するよう提案しました。インド太平洋戦略において、バイデン政権はトランプ政権時代の政策をかなりの割合で継続しています。NTD ジャパンがお伝えしました。